もう僕の中でね、ハードルが果てしなく上がっております。ちょっと落ち着こう。ね、まあ多分割と普通の味なんだと思うんだよね。こちら、ブルースですね。はい。三ツ矢本舗というところですね。琉球メーカー三ツ矢本舗。恩納村特産。ね。幻の味、ブルース。ね。さあ、ちょっとね、ハサミでじゃあね、切っていき。あ、切れ込みあった。切れ込みありましたね。切れ込みありました。はい、じゃじゃじゃーん。はい、こうなってますね。はい。おー、こういう感じですね。あ、上になんかね、シートがついてますね。じゃあ、これ取って。のかな、ここにさ、ここにちょっとやっぱクリームついてますよ、ここに。この網網のところに。これは多分カスタードなんですね。はい。どんな感じだろうね。じゃあ、いただきます。はい。はい、こういう、ちょっと 切れ端が ピロンってなっちゃったけどね。はい。食べてみましょうね。はい。なんかちょっと弾力が、確かにね、あ、やっぱりね、美味しい。美味しいです。美味しい。美味しいね。でね、ちょっとね、弾力があるんだね。弾力が。低反発。低反発っぽいよ。で、割とね、割とちょっと密度もね、ちょっとありますね。この密度感でちょっと低反発っぽい感じがありますね。はい。でね、まあ、しっとりもあります。しっとりも、しっとり感も。そしてもっちり感もやっぱちょっと、でもやっぱり一番思うのは低反発っぽいです。はい。でね、俺ちょっとこれ冷やしたんですよ。ひょっとしたらそのせいかも。はい。ブルース、とても良かったです。はい。ごちそうさまでした。はい。ね、後でゆっくりね、食べたいと思いますんでね。はい。ブルースおすすめです。